封印遺跡。かつて父上が聖変を取りに行った場所へ、俺たちは向かうことにした。ゼシアとウリ二つの少女が、再び現れ告げたから。ゼシアと皇帝は、封印遺跡にいる、と。果たして皇帝の目的は、そして、伝説の六竜最後の一体もそこにいるのか。王家伝承の古い遺跡で、何が俺たちを待つのか。どうしたらいいんだ俺たちは。帝国に家も畑も焼かれて、行くところなんてどこにもない。何もかも終わりじゃ。もう帝国に虐げられた人たち、みんな聞いてくれ。この道をずっとまっすぐ行くと霧の森があり、そこに古い城がある。行き場がないならそこへ逃げ込むんだ。そこなら帝国の魔の手も及ばない。いいな、霧の森だ。はい、あなた方は。なーに、通りがかりのナイスガイとでも思ってくれ。はあ。大陸中の治安が乱れ始めてる。俺たちの国が帝国に乗っ取られたことで、一刻も早くこの状況をどうにかしないと。ゼシアのためだけじゃなく、民たちのためにも。急いで、封印遺跡はこの先です。ああ、ここが封印遺跡か。そうです、封印遺跡はここ以外にも大陸にいくつか存在します。そして全ての遺跡には邪悪な力が眠っている。それを封じるために置かれたのが聖変なのです。気をつけてください。ここのマナはどう考えても異常です。こんなに暗くよどんでいるなんて。一体どうすりゃこんな気持ち悪い空気になるんだよ。私この場所嫌い。なんだかすごくビリビリする。あの王様と同じ感じ。王様、アローラス王と同じ姿をした皇帝と名乗るあの男か。殿下、そういえば皇帝が現れたのはアローラス王がこの遺跡に向かった後だと言っていましたね。ああ、その通りだ。あるいはあの皇帝はアローラス王がこの遺跡で何らかの影響を受けて。なあ君、本当にゼシアはここに来ているのか。間違いありません。私の記憶が正しければ。わけがわからねえぜ。とにかく先へ行こう。本当にゼシアがいるなら急がなければ。クラウたちの言ってた通りだ。どうにもここは気持ち悪いな。ほんの少し歩いただけで頭がフラフラしてきやがった。いつもより体が重い気がするぜ。
ランザーブと同意見だ。ここは明らかに空気が違う。殿下、そちらの具合は？大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。それより気になるのは、どうして王家がこの場所を秘密裏に守っていたのかだ。おそらく王家に関してか、またはこの国にとって重要な何かが隠されているのでしょう。みんな止まって！なんかこの先に誰かいるよ。しかしお二人だけで行かせてしまって本当によろしかったのですか？それがご命令だからな。我々は皇帝陛下とゼシア様の戻りをここで待つだけさ。そのようだな。それから父上の姿をしたあいつも。よし、行こう。帝国の奴らに気づかれないように回り道を通っていくぞ。こっちだ。空気はほんとキモいわね。あの王様が汚らわしいものを撒き散らしながら進んでるのかしら。でも、あら、どうした、ムム。この感触、あの王様と会う前もどこかで味わった気がするのよね。いつだったかしら。確か遠い昔。殿下、私にも一つ気にかかっていることも。なんだエルフィリス。そもそも皇帝はこの封印遺跡に何をしに来たのか。この遺跡には王家に関する重要な何かが隠されていた。それは事実かと。だが最初に奴が霧の森に現れた時、こう言っていました。かの地の正気で目覚め、一つ取り戻した。言葉通りなら、この封印遺跡はすでに様子見。なのになぜ？言われてみりゃ妙だな。もぬけの殻になった場所にもう一度来た理由。おお、そうだ。きっと忘れ物をした。この説、どうだ？バカですか。常人みたいに忘れ物なんてするわけないでしょ。じゃあ何が理由なんだ。あ、もしかしてあれか。この奥にもドラゴンがいるんじゃないか。ムムの時みたくぶっ倒そうとしてるとか。ドラゴン、ムムの言っていた伝説の六竜最後の一体、闇竜ゾディアークか。そのドラゴンがここにいるんだろうか。それとも何か別の。待って待って、みんなお話ストップ。あそこに誰かがぼんやり浮かんでるよ。あれは、まだなんとか実体化できるようですね。でも残された時間はそう多くありません。どうにか最悪の目が消えるのを見届けるまでは。このまま進んでください。私についてきて。殿下、想像を巡らせていても拉致が明きません。追いかけましょう。ああ、もちろんだ。みんな俺についてきてくれ。凄まじい端末魔だな。おとなしくくたばりやがれ。
何から何まで呪われているようだな、ここは。この魔獣の肉片見て、ダーリン。倒したのにまだ動いてる。これは普通の魔獣の体じゃないわ。そう、そうよ、あの時もそうだった。300年前アドラ火山を襲った魔獣の体にも同じものが埋め込まれていた。思い出したわ、こいつらの親玉。この嫌な空気を出してるのはこの世ならざる者よ。この世ならざる者、それってその名の通りよ、世界の外から来た忌まわしいもの。ダーリンのご先祖様が封じたはずの禁忌の存在よ。ならばアローラス王がおかしくなったのも。ダーリン止まって。どうやら追いついたみたいよ。やはりこの場所はスカンな。アルベリウス、忌まわしき記憶ばかりがよみがえる。が、ここが最も適していることも事実。やむを得まい。皇帝、あなたはこの封印遺跡に何のために来たのです？あなたが求めるものはもうここにはないように思います。なのにどうして？理由か。二つある。まず一つは恒例の天壇だ。遺跡の最上部、我の一つが眠っていた場所。恒例の天壇で儀式を行わねば、それは貴様なしでは成し得ないこと。儀式、そのために私の力を。ではもう一つは。儀式を終えた後は川を作らねば。聖変に封じ込められたまった恨みつらみ憎しみ、その檻で無休の川を。無休の川、何を指しているかは分かりませんが、やはりこの者を好きにさせるわけには。浄化できる気はきっとある。その一瞬に私のすべてを。行くぞ巫女よ、さらに先へ。ぬん、誰だ。これ以上は進ませません。その者と共に行けば取り返しのつかないことになります。兄としてもこれ以上わけのわからない奴といさせるわけにはいかないな。兄様。やれやれ煩わしい。残念だが竜の血を引く者よ、貴様に用はないのだ。しばし我が眷属と戯れよ。奥へ行くぞ巫女よ、誰の手も届かぬ深淵へ。たく、兄弟の再会に水を差すとは空気の読めない奴だぜ。こんな奴さっさと片付けてやれ。待っててくれゼシア。この世ならざる者よ、
追い詰めたぞ。妹と父上を返してもらう。あれを倒しきるか。その身に流れる竜の血は伊達ではないということだな。ニコゼシアよ、聞いてください。あなたは今こう考えているはずです。どこかでこのものを浄化せねばと。しかしそんな気は訪れません。え、あなたはどうして私の考えを。一人で叶う相手ではないのです。だけどこの世ならざる者を浄化できるのはあなただけ。ならどうすればいいのです。できるのは私だけで、私だけでできないのなら。私がいます。あなたと全く同じ力を持つ私が。二人の私が力を合わせればこのものを無惨させられるかもしれません。もう一人の巫女よ、貴様の発するその機械のマナ、小賢しい現実かと思っていたが、よもや貴様は。そうですか。あなたは私。信じられない話ですが、このものを浄化できる望みが少しでもあるならやりましょう。お兄さん、ゼシア、ねえ、これって。わからない。でもかけてみよう、ゼシアに。イリアよ、ご加護。清流の名のもとに、ただ一度だけ大いなる奇跡を。同じ祈りを重ねましょう。奇跡が二つ重なればその事象は真意となる。何者も決して抗えません。みんなが命を捨てて託してくれた願い、今こそ。女神イリアよ、清流エリシオンよ。この世ならざるものよ。消えなさい、この世ならざるもの。あなたが元いた不浄の世界へ帰るのです。いけいけ、やっちまえ。この力、間違いなくどちらも巫女様の力だ。世界中の祝福を束ねたかのような。相手はもう何もできません。こんな小娘どもに。諦めた。いや違うわ、このマナは。気をつけて二人とも。どうしたんだムム。奴よ、奴だわ。ずっと世界に気配を感じないからどこにいるのかと思ってたけど、やっぱり契約して影に潜んでたのね。そして母体が乗っ取られたとしたら。そうとも、我が力未だ尽きず。この者を支配した時、契約竜もまた我が下僕となり果てた。そちらが奇跡を重ねるなら、こちらも闇をさらなる闇で染め上げようぞ。権限せよ、闇竜ゾディオーク。
や、闇竜だって。じゃあ父上の契約竜は。伝説の六竜、最後の一体、ゾディアーク。今も王家に貸し付いていたのですね。巫女どもよ、闇竜の誇る膨大な闇のマナ、貴様らに受け止めきれるか。積年の猛襲は何人たりとも消せぬ。行け闇竜よ。気を失ったか。我が傀儡の力、思い知ったであろう。さて王子よ、しばしの別れだ。我は先に恒例の展覧に向かい、そこで待つ。かの展覧にて何が起きるか見届けに来るがよい。ゼシア、ゼシア、どうしよう。ゼシア、すごく苦しそうだったよ。あのまま放っておいたら。まさか闇竜ゾディアークごと乗っ取られてたなんて。本当に勝てるのかよ、あんな奴に。おい、蹴をされるな。これで一巻の終わりってわけじゃねえ。追いかけようぜ。その通りだ。まだ完全に希望が絶たれたわけではない。そっか、そうだよな。一番辛いのはこいつなのに。俺たちが落ち込んでたら。王子、行こうぜ。リュカ、みんなありがとう。そうだな、俺は諦めない。絶対にゼシアを取り返す。すごい数の魔獣だ。代わりに帝国兵はすっかり見なくなった。人じゃ迂闊に踏み込めない真相まで来たってことか。あと少しだ、あと少しでゼシアのいる場所に。危ない、殿下後ろ。何ボサッとしてんだ。妹に会う前にやられちまうぞ。助かったよ、リュカ。妹が心配な気持ちはわかるさ。だからこそ落ち着けよ。失敗はできないだろう。まったく、ダーリンをこんな必死にさせるなんてちょっと悔しいわね。
重が邪魔で前へ進めない。殿下、ここは任せて、一刻も早く巫女様のもとへ。ああ、さっさと行ってこい。魔獣は俺たちが相手してやる。ここから魔獣は一歩も通さない。だから今度こそ巫女様を。みんなありがとう。行こう、ラム。ここが封印遺跡の奥の間、恒例の天壇ですか。ここで一体何を。実はな、巫女よ、お前にとっていい知らせがある。この場所でお前の父を解放してやろう。長く体を借り受けすまなかったな。我に二言はない。助けてやろう。ただし、おのれ、おのれ許さぬぞ。我が闇竜の力で貴様を。はい、ありがとうございます。どけ、毒の田王子よ、邪魔立てをするな。ゼシアにはもう指一本触れさせない。この世ならさぬものよ。これからは俺がずっと守り続ける。何をバカな、自分が何をしているか分かっているのか。その者から離れよ、一刻も早く。さもないと。後ろから殺されてしまいますよ。どうしてでしょうね。考えられるとするならば、儀式はもう済んで巫女は巫女じゃなくなっちゃったからとか。ゼシア、あら、こんな風になってしまった私をまだゼシアと呼んでくださるの。いいんですわよ、素直に。この世ならざる者と呼んでくれても。そんな。王子、ナム、無事か。巫女様、これは。ダーリン、離れて。もうそれはダーリンの妹じゃないわ。なんてこと、まったく、なんてこと。いいな、この体は。獅子のすべてがみずみずしいマナの輝きを放って、貴様らなど一撃で爆散させられそうだ。どれ、試してみるか。
これは。いけません、逃げて。チリに変えてやろう。まずは兄様から。どうだ、消えたか。アローラス、貴様。父上、なんたる不覚。己の体を乗っ取られ、我が娘が奪われるのも止められぬとは。せめて息子の命だけは。これはおかしい。太刀打ちできるとでも思ったか。その命を捧げて一撃を防ぐのがやっと気休めにもなるな。父上、しっかりしてください。父上。よい息子よ、私は滅ぶが我が思念は滅びぬ。竜の血を引く者は死してなお思いを残す道が。あとは頼んだぞ、闇竜よ。我が魂をマナとして継いでくれ。ここで契約は切れるが、あとはお前の意志に任せる。アローラス、我が主よ。心優しき剣豪よ、私に自由を与えるか。ならば命令によってではなく、ただ弔いのため宮敵を撃とう。その墓標に敬いを添えるために。父上が闇竜と一つに。こんなことが起こりうるのか。王と闇竜はどこまで深い絆で。ち、厄介だな。死すら飲み込んで強くなるとは闇竜の本領か。だがもう貴様らなど相手にする気はない。巫女の体を手にした今、この間の一番奥へ。もう一つの目的、無休の川を引かねばな。さらばだ。奴は何をしに行ったんだ。ゼシアの体を奪って何を。一刻も早く後を追わないと。ならぬ。闇竜、あんた。かの者を倒すのは私の責務。そして我が娘だった者を救うことも私に任せよ。この声は
感じる。闇竜の中に父上の温かさを。六竜が一つに数えられし、我が力を持って世界にあだなす者を葬る。来てはならぬ。決して決して。放っておくわけにはいかない。ゼシアも闇竜もこの世ならざる者も。無休の川、一体奴は何を企んでいるんだ。闇竜、傷だらけじゃねえか。動いてるのがやっとって感じたぜ。この世ならざる者にやられたのか。なんてむごい。すまぬ。我が死力でも仇を討つことはかなわず。かくなる上は私と戦え。闇竜、どういうことだ。俺にはあなたを撃つ気なんて。そうではない。主を亡くした今、私に契約者はいない。お前と契約し、契約席を練り上げればそのマナーで私は流れる。なるほど、救済のためですか。そういうことなら。力がない。その力を私にぶつけてみせろ。いくぞ。私の息子よ、強くなったな。父上、私は何時の父にして父にあらず。我が名は闇竜ゾディアー。暗黒の化身、良い闇に踊る者にして、汝が父の魂と融合せし者。今より汝の影たる守り手となろう。契約完了。これで伝説の六竜の生き残りすべてが王子のもとに。よし、この力があれば。待て、この世ならざる者。騒がしいと思えば、追ってきた上に死に損ないと契約したか。まあいい、これから起こる変革の前ではさじにすぎ。この世ならざる者、妹ゼシアを返せ。無理だ。もはや我はゼシア、ゼシアは我なのだ。我らは一の存在。そしてここからが真の幕開けだ。世界を欺瞞へ導いた竜どもをほふり、この世ならざる命を世に満たすために。さあ、無休の川を引くとしよう。
だこの魔獣。どいつもこいつも見たこともねえデカさだ。あれはマンティコア、イニシエの魔獣だわ。全滅させたつもりだったけど生き残っていたなんて。生き残っていたのではない、現世に蘇ったのだ。まさかこの遺跡の中で。そう、新たに生まれたのだ。この遺跡に封じられていた一つによってな。そしてそのまま淀みとなり溜まっていたのだ。巫女の体を得た私に解放されるまで封印遺跡はまだ各地にある。ありとあらゆる封印をこれから解き放とう。やがて全てが解き放たれた時、魔獣の大本流が大陸を貫く。これぞ無給の川よ。無給の川、地底の汚れ全てを大地に溢れさせようというのか。その通りだが、その濁流を英雄と称されし者が阻もうとするだろう。ならば大陸に帝国を築き、英雄の方がを根元から立つ。それこそがディアネル復興に秘された辛抱よ。帝国は川の守り手なのだ。やがて数百年が経てば、私を心から信奉する者が地を覆うであろう。今こそその始まりの時、あるべきもの、あるべき姿へ、正しき世界へと変えるので。正しき世界とは何だ。今の帝国が行っている罪なき民が苦しむような世界のことが。全ては必要なことだ、この歪んだ世界を正すために。おやめなさい。やめるのです。それは正しいことでは。この声はまさかもう一人のゼシア。貴様か。力を失い、すでに消えかけの身で何ができる。何もかも失った私でも、最後の力で皆さんをここから連れ出すくらいなら。何をする気だ。ごめんなさい、私の旅は失敗です。悲しい未来を変えることはできませんでした。でも次こそは、せめてもう一度機会があるのなら。兄様、この言葉を覚えておいてください。来たるべき決断の時のために。私の命を救おうとしないで、暁の聖変をその手で探して、どうか拳で。ゼシア、ゼシア。逃がしたか。だが問題はない、全ては運命なのだから。我が配下よ、ここに現れよ。お呼びでしょうか、ゼシアさん。グラスティア大陸全土へ宣言せよ。皇帝アローラスは死んだ。この大陸は我が。
真なる皇帝にしてヘイディス・メイデン、ゼシアが制覇すると。